はい、今日はルンルンルームボリューム1ということでゲストに、森下純奈さんを迎えして、リモートで、ファンの皆さんと、お話ししたんですけれども、本当に北は北海道から南はどこだっけたくさんの人に参加してもらってお話ができて、そして純奈さんの初の試みということで、朗読をしてもらいました。すごい素敵な、お話、可愛かったです。また機会があったら純奈ちゃんともルンジュンというユニットをやってるんですが、ステージで、歌って踊れてできたらいいなということで、今日はね純奈ちゃんにこんなかわいいかわいい、チェキ、私も撮ったチェキがあるんで、それとあとはこれもう全部リモートで2人のサインが入ったもの、今日の記念にということで、物販もさせていただきます。私も今後しばらくねお外にも出れないので、こうやって動画で配信したり、今日みたいにファンの人とお話しできる機会、そして朗読も、やりたいと思いますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。それではありがとうございました。ステイホーム。